中庁役場の職員およそ80人に迎えられた寺尾浩二新町長65歳。府中町出身で町で総務部長などを歴任した後、町議会議員を務めていました。初当選を果たした町長選挙では、公約に子ども医療費の所得制限の廃止などを掲げました。現在、府中町の子ども医療費は、夫が妻と子ども2人を扶養している場合、女性の対象は夫の年間所得が646万円以下と制限されています。このくらい財源が必要なのかというのは、まず対象者とかそういうのをまず見た上で、まあ限られた財源ですから、まあ有効に使えるところは使っていきたいし。7年前には役場で総務部長を務めていた寺尾新町長、まずは業務のデジタル化へ対応することからですと話していました。